はい、おはようございます。今日は渋谷でね、ゆかスタのオフ会があるんで楽しみでございます。久しぶりに東京行くかな。有明は別としてね、都心部分行くのはかなり久しぶりになるんではないかなと思われます。和子さんの入院と重なっちゃったらね、ミミちゃん預けなきゃなんないかなとか思ってたんですけれども、それもなく行けます。いろんな人に会えるのがめちゃくちゃ楽しみでございます。ちょっとね、寒いけど一日楽しみましょう。うち出まして、船橋駅に向かってます。と JR で渋谷まで行こうと思ってます。あったかいや。ではでは、本社のフードワゴンのところに来ましたが、もうゆかさん、レイさんたちは離れちゃったようでございます。残念でした。ちょっと並んでまではね、諦めよう。宮下公園の宮下パークっていうんだね、スタバもおしゃれですね。明治通りの交差点、ここは宮下座公園下、10代の頃よく通ったあたりです。40年前だね。なんとか電気っていうのがあったんじゃなかったっけ、この上に現金持ってて襲われた社長がいたのが、この辺ですよね、電気屋さんね。城南電気だっけ、なんかそんなのあったな。いや、懐かしい渋谷の街です。こんにちは。こんにちは。本物だ、本物だ。みんな本物がいる。なんか同じことやってた気がするけど。おいさん、おいさん、おいさん来たよ。本物のおいさん。あ、そう。お互いだから。リアルだ。はい、ナナさんも来てます。お願いします。いただきました。普段 YouTube で見る人がいっぱいいる。イメージだ。画面の向こうの人、画面の向こうの人は本物が動いてる。いや、お互い様だから。一番早く家出た人がやったって言った。皆さん、始めましょう。全然売れてない。これ持って帰るの大変そうだよ。やっていきたいなと思います。レッドモーン四角形を描くときも全くイコライザーっていうのを感じて、これは音域によってボリュームを調節するみたいな。で、まあ、ピノモデルにしたんですけども、たまたま落書きみたいなものを 3D で描いたら、それがなんかこう、ちょっと。こっちは字描いてるけど。あ、すごい。ブラック。これここで。かわいい。かわいい。かわいい。超かわいい。ブラック。ブラックだよ。これ SSR じゃん。ブラ
ックバックスーパーレア。スパイちゃんが持ってるやつは目と鼻が光るってよ。なんか思考なんだ。あ、すごい。500人達成しました。ありがとうございます。フィルムを運ぶ主役レイさんです。レイです。やっとお会いできました。本物の YouTuber だ。マセさん、リクさん、なんかあの後ろにいて撮って写真撮ってるのが一番楽しいんじゃない。ありがとうございました。これもやりました。カピバラハリス、こんにちは。マリリン、マリリン、いい子に練習しててね。ありがとうございます。もっと端から端まで行く。非常に難しい。じゃなかったんだけどな、これ。はい。すいません、皆さん本当に今日はお越しいただきありがとうございました。なんか前もオフ会やったことあるんですけど、その時はどっちかっていうとこうなんかみんなが私を見に来てくれるみたいな感じだったんですけど、今回は結構もう私もそうだけど、私もみんなに会いたいし、みんなもみんな同士で会いたいみたいな感じですっごいいい会になったと思います。あのステッカーセットでの中にも1個あるんですけど、インターネットフレンズフォーエバーっていうのを作って、本当にそんな感じでなんかインターネットで出会ったけど、なんかみんなそれぞれの趣味とかあの才能がこう混ざり合って、めちゃめちゃユカスタはいいコミュニティだなと思っております。イエーイ、イエーイ、イエーイ、これからもぜひぜひ皆さん楽しんで参加していただいて、またこうやって集まりたいですし、みんなの、ね、なんかコラボレーションがそれぞれ生まれると私とても嬉しいです。ということで今日はありがとうございました。15分、一応15分前なんですけど、あ、なるほど、あのシャーベットを